今回は元なでしこジャパンの選手である川澄奈穂美選手について紹介していきます。この動画の他にもスポーツ選手についての動画を上げていますので、チャンネル登録お願いします。川澄選手は3歳上の姉の影響でサッカーを始め、小学2年生の時に地元の少女サッカーチーム林間 SC レモンズに入団しました。小学校6年生の夏に静岡県静岡市で開催された全国少年少女草サッカー大会清水カップに出場し、チームの優勝に貢献しています。その後は女子サッカーの名門である日テレベレーザの下部組織である日テレメニーナのセレクションを受けましたが、残念ながら落選してしまいました。川澄選手はメニーナに受からなかったこと、地元の中学では女子がサッカーを続けられる環境が整っていなかったことで、女子サッカーを続けられなくなる可能性があったんだよ。でも林間 SC レモンズの代表であった加藤貞之さんが川澄選手たちの受け皿になるために創設した新チーム大和シルフィードに所属することになったんだよね。当時は女子サッカーの認知度が低かったからチームが少なかったんだ。大和シルフィードでプレーした期間では全国のタイトルには手は届きませんでしたが、高校3年の時にティファールカップレディースフットサル大会というフットサルの大会で全国優勝を果たしています。高校卒業後は日本体育大学に進学し、4年連続で全日本大学女子サッカー選手権大会に出場を果たしています。2004年の第13回大会と2007年の第16回大会で2度優勝を経験しているね。大学時代の川澄選手は毎年全国大会に出場していたんだね。大学時代には中学校の体育教員免許を取得しているぞ。サッカーだけではなく勉強も頑張っていたんだね。2008年にはアイナック神戸レオネッサに入団しています。アイナック神戸レオネッサ入団時の背番号は13で、当初は試合終盤のスーパーサブとして途中出場することが多く、初年度はリーグでは21試合に出場して3得点を記録しました。なでしこリーグオールスターゲームであるなでしこウエストチームに選出され、途中出場し1得点を挙げているね。2009年のシーズンは背番号を9に変更し、ウィングのポジションのレギュラーとして活躍しました。リーグ戦では21試合で10得点を挙げ、オールスターにファン投票で選出されスタメン出場を果たしました。その後も活躍を続け、2011年シーズンではチームキャプテンに任命されています。2011年の9月23日のジェフ千葉レディース戦では自身の誕生日を祝う2発のバースデーゴールを挙げたね。最終的には自身初のリーグ得点王、最優秀選手賞、ベストイレブンを獲得し、得点王と合わせ個人タイトル3冠を達成しているね。2014年3月にはアメリカのプロリーグ NWSL のシアトルレイン FC へ半年間の期限付きで移籍し、20試合で9ゴール5アシスト、2度の週間 MVP を獲得しました。最終的にはアメリカのプロリーグのベストイレブンに選出されたね。さらに AFC 女子年間最優秀選手賞と FIFA 最優秀選手賞の候補に宮間あや選手とともに選出されているね。川澄選手は2014年9月1日にレンタル移籍の期間を満了したことでアイナック神戸に復帰を果たしています。2016年4月30日には通算150試合出場を達成しました。同年6月16日にアメリカのプロリーグ NWSL のシアトルレイン FC へ完全移籍することが発表されました。川澄選手は2016年7月3日に復帰初戦となったボストンブレイカーズ戦で先発出場を果たすと2ゴールを挙げる活躍でチームを 2-0 のスコアで勝利に導き、自身3度目となる NWSL の週間 MVP に選出されました。2019年1月にシアトルレイン FC からトレードにてスカイブルー FC へ移籍し、現在も活躍を続けています。川澄選手は日本を代表するサッカー選手として
世界中で有名な選手だね。国内でも優秀な成績を収め、海外でも大活躍をしているんだね。ここからは川澄選手の日本代表での活躍について紹介していきましょう。川澄選手は2008年5月31日にAFC 女子アジアカップのチャイニーズ台北戦で代表デビューを果たしました。2011年にはアルガルベカップのフィンランド戦で代表初得点を挙げると、2011年 FIFA 女子ワールドカップドイツ大会では大会当初はベンチメンバーでわずかな出場時間でしたが、準決勝スウェーデン戦でスタメンに抜擢されると、前半18分に左サイドの宮間彩選手からのクロスに飛び込んで同点ゴールを決め、さらに逆転後の64分には約30メートルのロングシュートを決めています。川澄選手の活躍で日本はスウェーデンに勝利することができたね。ロングシュートによるこのゴールは FIFA のゴールオブザデイにも選出されたよ。川澄選手はスウェーデン戦での活躍から決勝のアメリカ戦でも引き続きスタメンで起用され、 PK 戦に突入した時にも、こんな状況は滅多にない、楽しむしかないと言っていたそうです。日本が PK 戦に勝利すると、試合後に川澄選手はまだ夢を見ているみたい、楽しい大会だったとコメントを残しています。 PK 戦で緊張することなく余裕を持ってサッカーができるなんて、川澄選手は本当に強心臓の持ち主だね。その後、川澄選手はロンドン五輪代表としても日本の銀メダル獲得に貢献し、2013年のアルガルベカップでは初戦のノルウェー戦で自身初の代表キャプテンを務めています。また3戦目のデンマーク戦で先制ゴールを決め、このゴールは代表通算10ゴールとなっています。その後も多くの国際大会でチームの主力選手として活躍を果たしています。ここで川澄選手の特徴を紹介していきましょう。川澄選手はサッカー選手としての身体能力が極めて高いと言われていますが、一番の特徴はゲーム中の動きが他の選手に比べて格段にいいと言われています。川澄選手のゲーム中の動きについては元チームメイトも高く評価しており、2014年にレンタル移籍したシアトルレイン FC のチームメイトであったアメリカ代表のミッドフィールダーメーガン・ラピノー選手から、サッカー選手としてナホはただただ素晴らしい、チームで一番大きいわけでも速いわけでもないけど、ピッチの上でどう動けばスペースをつけるかを知っている、だからゴールもアシストもできる、彼女はそのプレースタイルを日本代表からこのチームにもたらしたと称賛しています。ここからは川澄選手のプライベートなことについて紹介していきましょう。川澄選手は中学高校の体育教員免許を持っており、手先が器用でネイルアートが得意だそうです。2011年に行われた FIFA 女子ワールドカップやロンドンオリンピックアジア最終予選で自らや他の選手が施していたネイルアートは川澄選手が行ったものだと言われているよ。その他にもチームメイトの誕生日にケーキを自作するなど、料理やお菓子作りが得意なことで有名だね。2011年に FIFA 女子ワールドカップドイツ大会で優勝したことで報道が過熱した際には、メディアが川澄ちゃんやおしゃれ番長という愛称を使うことがあったが、川澄選手はそのような報道を控えるように報道陣に異例のお願いをしていたな。川澄選手は過去に好きな男性のタイプを聞かれた際に、ひょうきんな男性と答えていたので結婚の願望はあると言われています。しかし現在はまだ結婚はしていないようで、熱愛報道も出ていません。川澄選手は2015年に Google により発表された統計によると、2014から2015に世界で最も検索された女子サッカー選手の第4位にランクインしており、日本だけでなく世界中から高く評価されているサッカー選手であることは間違いありません。いかがでしたでしょうか。今回は元なでしこジャパンで現在も活躍を続けている川澄奈穂美選手について紹介しました。これからも川
川澄選手の活躍を応援していきたいですね。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。